えー、質問コーナーナですあの同じ音量で伸ばせない声が安定しないっていう人がいるんですよねこれ困ったなと思ってさねーーーこれ結構伸ばすじゃん。サツー まずご自お稽古に録音機持ってこない持っていくのが嫌だっていう人がいますけどそれはもう,もうそういう方はそのつもりがないっていうことなんですがまあご自分の声をよく聞くこと他の動画でも申し上げましたが息をたくさん吸うっていうのはまず基本ですよね。のこの辺から もうこ,ここまで歌っても全然あの息は苦しくないぐらいするで「う喉に力入れてるわけではないね「喉はもう同じ空き具合「うううう」ってなっちゃうのかな,な何がいけないのかな 自分で出てる音量を耳で聞きながらそれが常に同じ音量かどうか他人の耳で確認しながら声を出すことだねまあこれは何にでも言えるんですけど私は踊りの人を見てて感心するのはで鏡もないのに自分がどう見えてるか分かってるんですよねあの人たちって。 それがすごいいなと思っていて、私はだからそそれのの音バージョンよね私はその踊りの人みたいにできないからいつも同じポーズで同じ角度でっていうのはできないでも踊りの人はきっと向こうに自分がいると思って踊るのよっていうと思うんですけど声に対しても一緒で向こう側に観客の自分がいてでそれを聞いてるんだね。 それはできません。って、私も踊りの人にはそれできません。って言うし、もしかしたらこれを聞いて悩んでる。あなたもできません。って言うかもしれないよね。うんだから、そういう場合は録音して観察してうんだから、やっぱり他人の耳を持つことですね。あ、ーって。できたらあー。ちょっとちっちゃくしていく。 大きくくしていくこういうお稽古を自分で三味線を弾きながらやっていくとかねあとはあああああこ,ういうこういう稽古も多分私聖歌隊の時にやってたから「あー」とか「ああちっちゃい声で「ああずっと伸ばし続けるとかもうそういうのはあの練習としていいと思いますよ。私はやってないけど曲の中で、ね、お稽古する のが私は一番だと思っているので曲をお稽古しながらえ特に発声練習などは私はしませんけどでもそういう若い頃の聖歌隊のお稽古がもしかしたら役に立ってたのかもしれないので今から目指すまたはあのもっと上達したいっていう人はこう大きい声で伸ばす小さい声で伸ばすあとはだんだん大きくするだんだん小さくするっていうお稽古 あとは急,に大きくする急に小さくするっていうコントロールがこう体でできるようにするっていうのも必要なのかもしれませんね。うん私はやってないんだけど、ね、うんまあ歌の中でお稽古するっていうのが一番でその歌のお稽古の時に必ず録音して自分の声を他人の耳で聞けるようにしてください。以上です。